はい、皆さんこんにちは、京都村チェンです。さあ、久しぶりの塗装模型動画ということで、皆さんお待たせいたしました。はい、今回はですね、まあ早速ですね、目の前にあるこの鉄道、何が出てくるかわからないびっくり玉手箱シリーズがおるんですけども、まあまあこれをですね、開ける前にね、ちょっと私のお話を聞いてくださいな。実はですね、私先ほどまで海の上におったんですよそうなんですよ。今日ですね、まあ午前中ね仕事して、まあその後に、まあ、夏やしこうどっかへとこないかなとか言ってね、こう YouTube でねロケができるとこを探しにですね、まあ、ちょっと行こうかって言ってたまらんちにミューン飛び出していって、あの宮津のですね、はい、こちらちょ地図があるんですけどね、こうね天の橋立てね、有名な天の橋立てがあります。ここでででーん、船屋で有名な伊根町っていうところあるんですけども、有名な映画とかでしたね、こう寅さんとか釣りバカ西とかでね、撮影スポットな、あの撮影場所になったところがあるんですけど、そこにね私ちょっと行ってきました。はい、そしてですね、私このね伊根湾巡り遊覧船っていうのにですね、まあちょっと乗ってきましたんで、まあその動画ですね、まあ少しご覧ください。はい、皆さんこんにちは、京都村チェンです。さあ、私はただいま京都国府伊根町、そしてこちらは伊根湾になっております。なんと美しい海でしょうかね。そしてこの海の綺麗な感じ見てください。もう下までバッチリ見えてますよね。これが美しいですよ皆さん。そしてあそこにね、ほら、ほら、ここら辺におりますでしょ。なんか遊んでるのかな、餌食べてんか分かりませんけども。そして下を向けばね、甘前の上に落ちちゃいます。お兄ちゃんが、お兄ちゃんがね、いっぱいおるんでしょ。早くどんぶり持ってこなきゃいけません、これはね。これね、ちょっと見とったね。はい、皆さん、伊根湾巡り遊覧船がやってきました。私も早速ねチケット買いましたんで乗りたいと思います。おー、すごい迫力。カモメ5号と書いてありますね。はい、伊根湾巡り遊覧船に天井になりました。そりゃー、まあ、自転車で売れてる用品が心配でございますよ、ね、電車でもないし車でもないしさあどうでしょう。ということでね、いろいろありますけどね、やっぱりこういうのに乗ったらでしょ、カモメちゃんたちにね、餌をあげないとね。へい、カモメちゃん、カモメちゃんでしょ、餌持ってるよ。スルースキル満載ですねさあ、店長果たしてカモメちゃんに無事カッパミセンを食べさせてあげることはできるのか。また動いたら早速あげたいと思います。スズメダイちゃんと一緒にいるな。じゃ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 ーん、コアジちゃんだー、来たー、かわいいすごい、いい餃子おる。あ、今ちょうどそうやね、4時半やからね、夕場詰めの時間でご飯食べに来たんかな、みんなね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。もうとにかくね、海がめっちゃ綺麗で、まあほんでね、船に乗って喜んで私もなんですけどね、こうなんて言ったらいいですか、もう服装もいつものお店におるスタイルで行きましたんでね、もう帽子もかぶらんとしたんでね、頭とかね、こうてっぺち日焼けしてね、痛い痛い、もう顔もここらへんね、もう
撮影するんでね、お色直ししていいで、まあ、塗りましたけど、もうヒリヒリ、えらいことですよね。そしてですね、まあね、めっちゃええとこやったんで、ぜひこれは YouTube にね、改めてちゃんと犬湾巡りとかでね、動画を上げようと思いますので、その時にね、また詳しくご紹介したいと思います。はい、いやいや、鉄道模型から大きく話が外れちゃいましたけども、開封動画、行きたいと思います。とりゃーそれでは今回は早速行くぞ。ビデオ伝説のヒーローダンボールのダンジョン。はい、ということで開封準備万端でございます。はい、それではですね、こちらのちょっとちっちゃめの箱から開けていきましょう。ということで、こちらはアマゾンからですね。はい、じゃあ行きますよ。パカッ、お、パカッパカッ、来ました。タッタラタッタッタ、よいしょ、トミックスさんの道南イサリビ鉄道キハ401700系ディーゼルカ長まれ号セットでございます。はい、ですね、こう箱が黒のとテラテラとしてるやつなんで、ちょっとアングルが難しいですけれども、まあ、気にせずね、いきますよ。はい、ということでね、長まれ号ということでですね、まあ、早速ちょっと見ていきましょうか。いくぞいくぞいくぞ、トゥトゥルトゥトゥトゥー、どれ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 、うわー、すげー、繊細なデザイン。ほー、皆さんご覧ください。またこれはね、箱から出したら必殺、また入れ直す、めっちゃ大変っていうやつですよね。あの前の私の九州のやつじゃないですけども、ちょっとね、箱を外からちょっと眺めていただきたいと思うんですけども、はい、こちらね、あの北海道函館にね、方面走っている、まあ、道南イサビリ鉄道らしいんですけども、なんか観光列車でね、なんか楽しくお食事をしたりとか、こう楽しめる、まあ、列車になっているということらしいですね。はい、それじゃあですね、この長まれ号ちゃんのことについて詳しく見たりお話しするのは、また北海道沼の動画で、しっかり見て走らせていきたいと思います。じゃあとりあえず長まれ号ちゃんでした。ありがとう。はい、皆さんちょっと失礼しました。こちらですね、道南イサリビ鉄道さんでございました。失礼いたしました。はい、続きまして、こちらの小さいのか大きいのかよくわからない上司から届いた箱、もうほんまにこれ何入ってるのか真剣にわかりません。さあ、何が入ってるかな、いくぞー。よいしょ、あ、ちょっととりあえずこれいきましょうか。行くぞ、ババーン、トミックさんの、JR ディーゼルカキハ182系ちゃんでございます。そういう3両かな、ちょっと見てみましょう。はい、次も、よいしょ、シャキーン。はい、こちらも同じく、トミックス JR ディーゼルカキハ182系ちゃんでございます。そしてまた続きまして、こちらも、それね、はい、こちらも同じくディーゼルカキハ182系500型となっております。はい、ということでね、箱の中身は以上でございます。はい、じゃあね、それじゃあですね、あと3両どれも同じ車両になってますんで、一つね、見ていきたいと思います。よいしょ。まあ、先頭車じゃないんでね、ちょっとピリッとしませんけども、まあ、そういうね、中間車両も気になるところで、よいしょ。よいしょー。とっとことことことーん。ああ、いい感じの配色。かっこいい。どうですか、皆さん。オレンジの細いライン、そしてまた下の方に太いオレンジのラインと赤いラインが入っております。これはよく目立ちますね、遠くからでも、あ、走ってるってね、分かりやすい車両ですね。またこれはほんまにですね、先頭車
くっつけてちゃんと走らせてね、連結させてね、した方が絶対楽しいと思いますので、まあ一通りご覧いただけたらと思います。ということで以上、キハ182キーちゃんでございました。はい、それじゃあ次行きます。どんどん行きますよ。ということで今度はホビーランドポチさんでございまして、ディア行くぞー。キュッキュッキュッバカ鉄道模型トイホビーランドポチさんめっちゃわかりやすいねそしてさあ来い、さあ来る、何が来る、あちょ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 、あちょ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 、このまま出しますよ。ちょっと待ってくださいね、プチプチのベールで包まれてます。皆さん少々お待ちを。さあ来ました。こう私の好きなやつじゃないですか。いやーテープが、よいしょ、いきますよ。じゃじゃん、加藤さんの813883系ソニックリニューアル車7両セットでございます。はいよ、ソニックちゃん、あらソニックちゃん、大元デュエットはい、確かね前回の動画ね白いソニックちゃん出たと思うんですけども、はい今回リニューアル車ということでね、早速中見ていきましょう。サフリースからパカ、あー見ちゃった、今ちょっと息が待って見ちゃった、言うぞ、オープン、パラリラリーン、じゃじゃーん、おーめちゃめちゃかっこいいソニックちゃん、びっしりやばソニックちゃん、白もいいけどやっぱこのブルーの目の覚めるようなねかっこいいカラーリングの青ソニックちゃん、かっこいいね。それじゃちょっと見ていきましょう。はい、それじゃあね、先頭から行きましょうか。ポチさんね、ポチさんやね、こうやって一車両一車両丁寧にね、こうやってビニール入れてもらって嬉しいですね。はい、それじゃあね、頭先から最後までザラザラザラっと見ていきますよ。くるくるくるっと行くぜ。うわー、かっこいいソニックちゃんですよ、これが。いかつい顔してますね。いやーほんまね、このね車両はね、私実際にほんまに九州で見たい。うん、やっぱこのいかつさ九州独特かなと思います。そして横のね、この座席の方もしっかりと見えるね、大きい窓でして、ずっとねちょっとこんな感じのね、ジャンボ運行して、で箱がね、こんな感じでね、いいじゃないですか。こうね、塗装がいいですね。ちょっとキラキラキラっとしてね。キラキラっていうよりか、この光のこの照り具合がいいじゃないですか。ねえ。あとこう、ほら、マークもきっちり入って、なんか高級感も出ております。じゃあね、ちょっとソニックちゃんね、こんな感じで。はい、先頭車ちゃんでした。次行ってみましょう。はい、それじゃあね、次モーター車行ってみようかな。よいしょ、ずっしりしてますね。このずっしり感また好きやわー、ニューゲージの。そしてトゥル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 ーンと、はい来ました。このね、このソニックって書いてあるのめちゃくちゃかっこいいですよね。このロゴがよう見えますよね、よう映えました。このブルーのね濃い色に、こうなかなか文字をね、こうどの色がこうパッとね目がいくかなっていうのを結構考えられるの大変やったんちゃうかなと思うんですけど、まあプロの方が考えたら簡単なんかな、私やったら思いつきんけどねはい、そしてですね、まあ、横をねこうなぐりっと見ていただいて、まあね側面はね、あの先ほどと反対側と変わらず窓がいっぱいあってって感じで、そして親の部分はね、わりかしすっきりとしておりますね、スキッとしておりまして、で足回りはこんな感じ。まあね、モーターのここに入ってますね、ドカンとありますけども、中はすっきりとした車内が見えております。はい、じゃあこんな感じかな、モーター車。次行ってみましょう。はい、それじゃあね、次はちょっとパンタがあるね車両見ていきましょう。よっこらしょっと、おお、パンタがあるやつはちょっと雰囲気が違うような感じする。うわーかっけー。はい、こんな感じです、横ね。はい、
まあ先ほどね、3両目の、3両目よりもこうね、たくさんこう窓が、で座席もあるいっぱいあるような感じですね。でね、横の方こんな感じで、よいしょ。ねえ、いいですね。かっこいいです。そして、今言ってたね、パンタの周りも、これは、よっこいしょ。ピキピキ。かっこいい。なんかこう、いっぱい、パースがくっついた感じがしておりましてね。いいじゃないですか。こういうのはいい。たまりませんね。はーい。そして、足回りの方も、おー、いいじゃないですか。まあね、ここら辺はね、ちょっとスッキリしますけど、横から見る分でも全然、ね、いい感じじゃないでしょうか。かっこいい、ソニックちゃん。はい、それじゃあね、ソニックちゃんね、また九州シリーズで、ね、しっかり楽しみたいと思います。よいしょ。よいしょ。さあ、それじゃあ次行ってみましょう。はい、そしてお次はあみあみさん来ました。ではね、ちょっと開けていきますね。はい、お、ちゃんと80サイズまで書いてあるよね。行くぞ。パカーン。おこれは、はい、来ました。加藤さんの延長ゲージ。お羽、20、ごめんなさい、もう一回いきます。お羽25、100番台でございまーす。はい、お羽ちゃんありましたけど、まだあるんかな。はい、もう何もありませんね。お羽ちゃんだけでした。よいしょ。それじゃあね、ちょっとここにね、ビニールの帯がついてるんですけど、せっかくなんでね、ちょっと中見ましょうか。いきますよ。オープン。チャラララララーン。よいしょ。よいしょ。じゃじゃーん。はい、出ました。おはねちゃんです。まあもうね、博多駅特急でございます。これほんまにね、私ちょっとリアクションに困る。別に車両はめっちゃ渋いですし、かっこいいんですけど、まあ、先頭車とかね、こうつなげて、うわかっこいいって言いたいところなんで、はい、まあね、でもお羽ねちゃんね、寝台車になってます。ちょっとね、せっかくなんで見ましょうか。後ろにパーツ入っておりますね。よいしょ、こういうのね、付属で入ってます。そして、よっ、よっ、わー、こっち見てたけどね、ほら、こう、見てください。これちゃんと、なんていうの、子供が出てけね、寝台車ですからね、これまあ、はしごですよ。そう思い出した、はしごね。でもね、私これはしごにしちゃ、この間広いなと思うんですよ。皆さんご覧ください、これね。なんかはしごやったらもうちょっとこうシャッ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 ってね、登るところあると思うんですけど、これそんなないんでね、まあ、言うとこ私ちょっとよいしょーって言って、よいしょー言うてね、登らなきゃみたいな。そこはどうなんでしょうかね、わかりませんけど、まあね、ここにね、特急博多、あ、ここに書いてありますね、 B 寝台とね、ここ、皆さん見えますか。はい、そしてね、やっぱね、どこかしこも見てもやっぱブルートレインはかっこいいですな、ほんまにね。え、早くこうずらずらずらーっとね、走らしたいですよね。はい、ということでおはねちゃんでした。ブルートレイン最高。はい、ではね、本日のラストの開けてびっくり玉手箱ちゃん、もうほんまにね、これね、ほんまに何入ってるか、私たまにお客様にも知ってあるんですけど、マジでもう忘れちゃってるんですよ。はい、ということで私もワクワク状態でね、開けていきたいと思います。そしてね、開けていくんですけども、やっぱりここね、中間車両で終わりたくないですよね。別に中間車両が悪いわけじゃないんですけど、やっぱり鳥を飾るなら先頭車付き、そう、欲を出すの、欲を言うなら基本セットでお願いいたします。では行くぞ。
あとは店長の引き際、よいしょ、行くぞ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 、どーん、まだどーん、あー来たんじゃんか、これ、あーこれこれこれ来たー、ここに来てのちょっとプチプチの上で申し訳ない。はい、マイクロエースさんの特急緑ハウステンボス8両セットでございます。やっぱ店長は持っていたはい、ほんまにね、私ね、あの前もご紹介したみたいにね、あの鉄道模型部屋ですよ、こうヤマゾンね、鉄道模型ヤマゾンあるんですけど、その中から激戦したチョイスのこの5箱の中にですよ、私の愛する九州ね、それが2つも、そして今日の鳥をね、なんとこのハウステンボスさんね、楽しみにしていたんで飾れるということはほんまに光栄でございます。ということで早速出していきたいと思います。はい、それじゃあね、いきますよ。お、箱は結構あれですね、少々お年季が入ってますちょっとここペロペロになってますねはい、中の方どんな感じでしょうか。チョイス外して、あ、簡単よ、いくぞ、ハウステンボスちゃんオープン、落とした家でちょっと撮った気は、オープン、タラリラリー、よいしょよいしょ、うわー、カラフルやねすごいわ、コーラなんと言わすわ、派手ですなはい、それではね、先頭車からつってみていきたいと思います。よいしょ、あ、大丈夫やね、うじゃー、うわー、すごい、お顔こんな感じ、ドズンと、はい、なんかね、見てたら鮮やかな色使いでね、こうちょっとあのこう顔がね、赤で下が緑、なんかあの言い方あれですけど、なんかあの売れのトマトちゃんみたいな、フレッシュトマトちゃんみたいな柄ですよね。はい、ね、そして大きな窓、しかしこれね、やっぱりマイクロエースさんのこのプリントね、色使い、このなんて言ったらいいですか、ここら辺の細かいズレとかもないですよね、私がこう肉眼でパッと見た感じでなんですけども、やっぱこういうのは一流どこ違いますね。ねえ、そしてね、まあ、お屋根部分もこんな感じで、まあ、ここら辺スッキリしてて、あとはね、なんかこう線があってって言って、して裏もね、なんか、ああ、なんかなかなかいい感じに作り込んであるような感じがしますね。ね、こちゃこちゃこちゃっとしていいではないでしょうか。ああ、でも鮮やかやな、これ。かっこええわ。じゃあちょっと次も見ていきましょう。はい、そして次は、パンタちゃんがあるね、これ行きましょうか。じゃじゃじゃーんと。はい、先と同じようにね、赤、緑、そして赤、青、この真ん中、ドーッと黄色のね、ドアが、なんとも鮮やかですね、本当に。そしてね、また横の方もね、こういう感じでね、ハウステンボス、ハウステンボス、ちゃんと書いてありまして、そして、まあね、今言ったみたいに屋根なんですけど、パンタね、開けて、よいしょ、よいしょ、こんなもんかな、はい、こんな感じでございます。なかなかこうこちゃこちゃっとしてかっこいいですよね。そして私ね、さっきね、あーこれあかんなっちゃうみたいになったんですけども、こう外資が斜め向いてじゃないですか、これドキッとしましてね、私がちょっと初めて見るものでしてねこう外資折れてるわと思ったんですよ、こうつくしぼちゃんの先っちょがやられたかな思ったら違いました、こういう仕様ですねはい、というわけでね、とってもかっこいいね、はい、中間車両ちゃん、そこの方もですね、うわー、これ見てください、この両方のね、作りっていうのは、まあ、大体どこのメーカーさんでもね、あのやってありますけど、この真ん中までね、しっかりとこう埋めてあるみたいね、だって横から見たらもう全然見えへんじゃないですか、こんな、全然っていうことはね、角度を変えたらちょっと見えますけども、ほぼほぼ見えないですよ、こうしてね。なのにそこまで見えないところまでこだわってるっていうのが
マイクロエースさんのこのハウステンボス社を作られた方のもう模型愛ですよね。見えないところまできちっと表現するっていうのは素晴らしい。もうプラモ魂最高、鉄道模型魂が伝わってきます。はいはい、それじゃあね、せっかくなんでもう一車両行きましょうということで、よっからしょー。さあこれもなかなかかっこいいですよ。はい、こちらじゃじゃーん、ここに書いてあるんですけど、緑エクスプレスね、緑エクスプレス、グリーンじゃないんだみたいな、緑なんやみたいな感じなんですけども、そういうねネーミングの車両ですからね。はい、ですからお顔がほとんどが緑色、そして下が赤色、さっきのやつは逆でしたね、上が赤で下が緑でしたけど、こっちはね違います。そして横ね、こんな感じで、ちょっと窓の感じも若干さっきの車両とちょっと違うかな、先頭とちょっと違いますね、比べてみたら。はい、そして横もこんな感じで、つまめちゃんね、で反対がこんな感じで、これ何でもいいですけど、こう中のね、このお客さんが乗るシートの部分がこう結構オレンジでね、パッとあのなんていう、目をこう目が行くというかね、それがいい感じですよね。前はでもグレーなんですね。はい、こんな感じです。はい、そしてぐるっと回って、お屋根部分がこんな感じ、結構スースースーと筋が入ってて、真ん中ね、さっき見たのと一緒な感じですね。はい、そしてここも、はい、来ました。こんなにげにもこの真ん中のタンクの部分だ、これいいですよ、こういうのほんま好きですよ。あとここ穴が開いてどこか、なんかパーツ入れるんかな、なんか1個2個3個4個6個なんか開いてますね。はい、ということでね、なかなかいいデザインのね、ハウステンボス号、そして緑エクスプレスさんでございました。はい、じゃあ行ってまいします。ありがとう九州。それじゃあね、83系ちゃんでした。今日の紹介は以上でございます。はい、それでは今日出演の皆さんです。ねえ、やっぱ鉄道向けていいな。うん、はい、それではこの動画が良かったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ久々だからこれ忘れちゃった次回もお楽しみに。